はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。サガスカーレットグレイス続きをやっていきましょう。とりあえず二刀流を手に入れて、でどうすりゃいいの街に入ってみるか。あ、そっか、ここで確か仲間になったんだよね。セレナイフ州への船に乗りますか。あ、もう戻ろう。さあ帰ろう帰ろう。これでセレナイフ州へ戻ってきたわけか。この悪霊みたいなやつまだいんのか。もうマジ意味がわからん。でマジどうするんだ。あ、ここに変なやつがいるね。セレナイフ州の、州都であり州最大の港を持つ港湾都市アントニウスを連れ去った一団は港の方へ向かったようだ。一団を追う。ああ逃げられた。船が去っていく。あれは兄様よく見えるな。船を雇うのよって雇うのよっていうところがなんか金持ちっぽいよねやってみましょう。え、船を探す船長と若いな。先ほど出た船の後を追いたいの。無茶な注文だなと。え、結構見えたよねあそこにいるよみたいなイルフィー海じゃ名高い悪名高い海上騎士団のシーフェアリーの船だ。イルフィー海へ向かう船はないのか。航海士がまだ帰ってきてない。探しに行こう。迷宮に行かなきゃならん。迷宮になんて何の用があんの。でも迷宮って何。ここ墓地だね。これはこれ迷宮そのまんまだな。戦闘はイージーだからまあ大丈夫かな。確かにこんなとこで何してるんだ。まあイージー一戦だからこれでいいでしょう。まあ、ボス的な感じではないと思うんだよね。普通に戦闘やって見つけるみたいな。B を倒していきましょう。まあ、はやぶさ切りからかな。大木団の狙い撃ちのどうしようかな。こいつらだったらもうなんか将来を唱えるまでもないと思うんだよね。超弱そうだしこいつ。特攻だ。よーし、これ連撃で倒せるんじゃないか。そこまで甘くはなかったか。最速の照明。これはあれか、一ターンで倒したっていう感じかな。最後の敵を連撃で倒す。ああちょっと惜しかったね。こういうところでもね素材やっぱり集めていった方が良さそうだからな。あ、これは何かあれか。左か右か、なんか左の法則とかハンターハンターであったよね。だから右へ行こう。イージーだこれはこれでいいのかな。左へ行ったら強い敵が出てくるとか。ちょっとなアイスソードの攻撃もやっときたいからな。まあ、これは普通に A を倒しに行こう。ゴブリン戦士防御か。まあでもしょうがないよな。
影抜いたわけにもいかないしな。とりあえず強撃を A に叩き込んでおいて、術か。そういえば将来を最初に唱えておくっていうのがセオリーだった気がするな。イージーは将来唱えるまでもないかな。めっちゃ術狙われてんな。これでハヤブサ斬りの狙い撃ちの大木弾の強撃が打てるのか。ハヤブサ斬り毒痛い、結構強い。強撃痛い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 、やばいやばいやばい。よし、治ったか。なんかハテナハテナハテナがあるね。これがほんと危険なんだよな。ちょっと瞬息を唱えよう、唱えようっていうか打とう。くらえ。うおー、弓をね反撃させられると超きついんだよな。しかもこれ速さ下がってるから連撃が発動しねえし、将来強いマジ強い。将来唱えておくべきだったな。やはり人々8も上がった。よしよしよし全部ダメだった。でこれでどんどん進んでいくのか。えもうこんなんさ分からんよ。とにかく右へ右へ行こう。ノーマル。ただまあ LP はね減ってないからね。うおー結構いっぱいな。これはやっぱりもう普通に将来は唱えよう。ダンスおーおーおーおお、めっちゃ怒りになった。凝視。おお、なんか怖いな。霊障中になんかやられると怖いんだよな。はやぶさ斬りを打つ。防御か、どっちか倒しておくか。こいつは怒りだからな。攻撃はやっぱり打っておきたい。で狙い撃ちか。よしよしよし。いやー大黒弾強いなどんだけ見てるんだよ。怒りが解けて、ただなちょっと並びがあんまりよろしくないね。失礼剣でこいつを後ろにやれるかな。でそこからの D を倒しにかかる。流し切りがいけるね。あ、音速拳おりゃ。相当すっげえ強え。あ、ガードされた。将来おーっとっとっと、 C と B がくっついちゃったよ。これちょっと失礼拳で、失礼拳で B を下げればいいのかな。
で、あとは C を狙って、こいつはもう気合打ちでいいか。で流し切りと、流し切りは結構前に行って、あ、そうかそうか、これで順番が変わったから出撃権の意味がなくなったな。まあいいや、よし。でもこれで連撃が発動することには変わらない。もうただ B も倒せるけどね。よし、体験技。どん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 将来に吸収させていこう。弓と斧はダメージ技をミスすることがある。え、弓と斧以外はミスしないのってことは、もうほんとわからんこれ。ずっと右に行くとか言ってたけど、いつまで戦い続ければいいんだ。おお、超いっぱいいるんだけど。マジか、これは、一回気合打ちやって将来やる。長期戦になりそうだからね。防御してるね、防御してるね。もうさ、こいつ倒すとさ、あれなんだよね、敵の連撃が発動しちゃうから。防御はしているけど、後ろのやつは防御してない。これでちょいちょいダメージを減らしていくか。お、ミスった早速ミスりやがった。そこからこいつでこいつを殴っておいて、あとは将来を唱えると。術の威力が上がってる中での将来だからな。術さえ発動できれば肩がつきそうだけど、肩がつきそうだけど、ちょっとやべえな。オーガード、やばくねえかあいつ。マジこいつ超狙われてんだけど、毒で死んだ。この並びめちゃくちゃ危険じゃね。 A から倒していかないと。ちょっとマジで A から始末していかないと。てかさ、一人死んでるから。二刀十字弾、大木弾の、まあ、狙い撃ちでいいか。ほらほら、やばい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 、毒で死ぬぞこれ。いやー死んだ。普通にこれ全滅もありえるな。バンタナイズ持ってないからね。端っこから倒していかなきゃいけないっていうのがな、どうしてもな。こいつはもう大木山で行って、飛んでるやつ特攻だからね、弓は。毒が危険だね、やっぱり毒が。二刀流です。痛い。こっち強い。この鳥が強いんだな。よし、毒がなくなった。ちょっともうこれは二刀十字。かかとの狙い撃ちと。まあ、先行して攻撃できるのはいいかな。
ット切り狙い撃ち。よし、やばい、まじ火にはならないか。ちょっと倒せるやつを倒していこう。先にデタラメをな、撃ってもしょうがねえしな、もうこの段階だったら。かかと切りは早くなるのか。よし、倒した。ただこのターンでは無理だな。イエーイ、こいつ超強い。次元弾ってほどでもないしね。防御ダウンしておいた方が良かったな、素早さダウンより。カット割り、おーりゃー。いや、敵の数が多いときついな。おお、スキルレベルアップ。よっこらセット、よっこらショット。てかこの迷宮いつまで続くの。おい、いたいたいた。君らは誰かな。ひょっとして僕を探しに来た。あなたが航海士さんね。新しい羅針盤のテストか。ああ、てかさ、俺たち食料なんて持ってたの。こいつマジ何なの、ずっとついてきてんな。よくこんなのがさ、悪霊に取り憑かれてんのにさ、航海士一緒にいようって思うよな。新しい羅針盤はダメでした。いつも遭難してんのかこいつは。航海士として大丈夫かそれ。ああもういなくなっちゃってんね。そりゃそうか。ん、これで新しいとこか。イルフィー海。下に灯台があるね。まずはどっかに上陸するのかな。これ何、ハザロリーフって書いてある。お、なんか船が来た。あれ？あ、別に関係ないか。俺たちの船はここまでだって。え、こいつ女だよね、でも普通に。船長だからそんな感じで言ってんの？すげえな。いきなり乗り込むのか。で、新しいところに来たからセーブと。で、もう乗り込んじゃっていいのかな。いや、接触しよう。頼もう。海上騎士団。おお、なんだ、ブイース・ダーリング、ここは私に免じてってなんだよ。おお、すげえな。ワイズの廃墟の方へ向かった。
こいつ頭に何かぶってんの、なんか普通の帽子これ。後継ぎがいないんだね。案内してもらおうか。あ、これ普通仲間になるんだね。カウンターハザード、カウンター系の人形っぽいな。まあ名前の通り。あ、なんかいる。え、これこのまま、ん、どうしたどうした、この中に入っていったのか。アントニウスが連れて行かれたようだ。バトルイージー。まあ行くか。LP 的にはまあ大丈夫だね、まだ。まあイージーだし、しかも。C を、そうだね、倒しておきたいね、これは。どうしようかな、やっぱり最初は、もう最初はやっぱり将来を唱えよう。あれ？こうか。これさ、将来がさ、もう一個ね、星減ってくれれば、だいぶ楽になるんだけど。まひったー。痛い。C はこれ倒せったな。2発じゃ無理だな。金切り声。大木弾だな。こいつはまひってんのか。早さぎり。でかこいつ。おお、普通に全体攻撃かよ。ほら。術使いがさ、連撃に参加してるけど、どうなの？麻痺が解けて、あのハテナハテナハテナがね、なんかほんと厄介なんだよな。どうすりゃいいんだ？強撃を打って、まあいっか。とりあえず大丈夫。カブト終わり。連撃はさすがに大丈夫でしょう。倒した。将来を発動するまでもなかったな。よーし、止めた。プー、二刀流がもうちょっとなんかいい技覚えてくんないかな。まあ、二刀中時もそれなりに強いけど、バンダライズに比べればな。あれ、なんかいる。いいところに来た、ユラニウスルピナ。兄様を返せ。何、皇帝の大ノコギリ。お前の手で破壊しろ、そうすれば兄は返してやろう。お父様はどうなるのってどういうこと？あれ、なんだっけ、どういう話だったっけ。その手には乗らないわ、破壊する。え、いや、もうなんかすげえ怪しいからね、普通に。その手には乗らないわ。あー、そういうことか。いや、でもしょうがないよね。え、もう一回、あれ、あ、こっちなんかいるね。なんか処刑が取り行われる感じだな。あ、ここに入れるか。長そうだな。ちょっと他のところ見てみよう。様子を見る。魔の回帰。様子を見てる暇があるのか。あれ、なんか。ああ、なんだ。遭難してんのかと思った。ああ、元に戻そうと。体
海域に入ることができれば元に戻すことができるのか。で、あっちはいけないね。ここはニューワイズでしょ。これはあれか、単なるバトルか、フリーバトル的な。ってことは特にフリーバトルとあそこ以外行くとこないから、一回ちょっと街に入ろう。おお、いいね、玉の守りで鍛冶屋。アイアンソードとバスターソード、バスターソードをロングソードにしたいんだけど、ロングソードの土にするか。運動性が下がるんだよな。金が足りないのか。金が、体力が上がるね。でも運動性でも結構な、重要だからな。ロングソード、金ってここら辺じゃ取れないか。でロングソード土っていうか、これもあれだな。なかなか難しいね、こう発展系が。運動性マイナス3はちょっと。集中力と知力、知力とか上がってもな。この杖とか上げられないのかね。バックラーはね、スマートカードとかにしておきたいんだよな。ローブとかもね。ここって何が手に入ったっけ。スピリットコールマイン、金じゃん金。ちょっとバイトしようかなバイトしてロングソード作ろうかな。じゃあなかなか時間的にもいいところなので、ちょっとバイトをして、また次へ進んでいきたいと思います。まあお兄様ですね、お兄様を助けるところからやっていきたいと思います。今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。